ジョージ・ J ・トラウトマン3世は、アメリカ合衆国の軍人。2007年から2011年にかけて、アメリカ海兵隊の航空副司令官を務め、2011年3月31日に退役した。最終階級は中将。トラウトマン中将は、基本課程を卒業後、操縦課程に入校し、海軍操縦士としての資格を得た。第3回兵航空団で、 パイロットとしての当初の訓練を終了した後、ハワイ州カネオヘ海兵隊航空基地の第一海兵軍に配属された。第一海兵軍に勤務している間に、西部太平洋地域及び南西アジア地域への二度に渡り、海兵水陸両用部隊の派遣に参加した。1980年に第三海兵航空団に再び配属されると、 当時、第一海兵機動展開部隊の一部とともに、西太平洋への展開訓練を開始していた、複数の海兵系攻撃ヘリコプター飛行隊及び、第11海兵水陸両用部隊で勤務した。1984年から1987年にかけて、第一海兵航空兵器訓練飛行隊の、教官として勤務した。その後、 海軍式幕僚大学を卒業し、アセス沖縄に運用士官補佐として配属された。1990年から1993年にかけて第169海兵隊系、攻撃ヘリコプター飛行隊で最初は副隊長、次行は飛行隊長として勤務した。その間、砂漠の嵐作戦を支援するため、第5海兵機動展開旅団と共に南西アジアに派遣された。 次の年、ブルッキングス研究所で一年を過ごした後、統合参謀本部の戦力構造、資源、評価部門に配置された。1997年から1999年にかけて第36海兵航空軍の指揮官を務めた。その後、海兵隊司令部航空部航空兵器システム要求性能課の課長として勤務した。2000年7月、 第3海兵航空団の副団長を命ぜられた。2001年6月、クウェート諸兵科連合統合任務部隊の司令官を兼務した。2001年11月から2002年3月の間、第1海兵機動展開部隊の副司令官及び、第1海兵機動展開旅団の旅団長として勤務した。2002年6月から2004年8月にかけて、 アメリカ中央軍の計画及び方針部の副部長として勤務し、普及の自由作戦及び、イラクの自由作戦を通じて、複数の地域に派遣された。2004年8月から2005年6月にかけて、ハワイ海兵隊駐屯地司令官、太平洋アメリカ海兵隊副司令官及び、第三機動展開部隊副司令官として勤務した。2005年6月10日、 第一海兵航空団の司令官を命ぜられた。2007年6月8日、中将に承認し、海兵隊司令部の航空副司令官に任ぜられた。トラウトマン中将の受賞歴は、次の通り。トラウトマン中将は、ペンシルベニア州立大学において学士号を取得した。その際、フラタニティ、シグマタウガンマの一員であった。その後、システム管理学、 国際関係論及び国家安全保障学の3つの修士号を取得した。また、群馬区領大学の卒業生であり、ブルッキングス研究所のメンバーでもある。ありがとうございます。